今度ここでピアノの発表会やる。誰ミオが音楽の授業でガウチャーでやる。音楽の授業とか授業のなんかピアノ発表それガウチャーでマジすごい幸せ幸せとは幸せとはでも自分の好きなことできてたら幸せじゃない？美味しいもの食べてる時とか、あ、まあね、ミスコンもそうだけど、うん、自分のやりたいことをさあやってる時やってる時は幸せなんだなって感じで中学校中学校中学校ね部活部活って感じだった。ああ、さすがバスケだっけ。バスケ俺ずっとクラブチームだった。サッカー部活でバスケやってた。やばくない？なんか入るみたいに言われて部活はバスケで外でサッカーみたいな。でもサッカーの方があれだったけどね。そうなの、うん、現実現実現実厳しい。え、厳しい、ね、ミスコン期間中は本当に感じた。あ、ミスはね、ミスは確かに辛いと思う。バイトですね絶対的にそう。ミスコン期間中はそんなバイトできなくて忙しい。そう、今本当にお金ないからバイトしようと思ってめっちゃバイトしてるんですけど、お金稼ぐのって大変だなって思う子供が欲しいかなミオも結婚して子供欲しいで、サッカーさせたいですね、一緒にサッカーしたい、うん、で、どうだろう、朝から多摩川行って、ね、仕事の傍らコーチとかしたい。ミスコン始まるまではその今教職の免許を取ってる頑張ってるんですけど、学校の先生もいいなって思ってたけど、正直始まってからなんか選択肢が増えた。ミスコンに出てから正直すごい悩むようになりました。考えるように